はい、皆さんこんにちは、スピチューブです。はい、結構ねアヒルがいますね。いつだったかな、去年ぐらいにね一回来たんですけど、その時はこんなに、アヒルがいなくて、なんか一羽のねアヒルがなんか巣作りして、卵がねあったような感じなんですけど、今日はね、まあどこかというと、今坂三島の一つ西の横綱と言われる西の横綱湯原温泉。今のねご時世なかなか、観光客が来ない、旅館キャンセルとか、ありまして、旅館がね廃業したりとか、そういうね危機に、今陥ってると、いうことでね、ちょっと改めて、どんな感じなのかということで、リベンジということですね。はい、今日はまあねそんな感じで歩いていこうかなと、いうことで始まります。この先に行くと、もともとね温泉旅館があったとこかな。はい、こちらなんですけど、珍百景でもね紹介された、場所なんですけど、こういう感じになってますけど、なんでこんな感じになっているかというと、解体工事したんですけど、まあこうしないと土砂崩れとかなっちゃうからこうしてると、いう話を聞きましたね。まあ、前回もねここピックアップしたんですけど、まあ、こういう感じで、で一番ね奥の方にも、今はやってないですけど旅館があるんですよね。はい、まあ、この辺がね、栄えてたエリアの一つということになってます。このね橋が鼓橋ということになっています。鼓橋から、鼓岳の拝み手を打つとこのように音がこだまして帰ってくることから、鼓岳鼓橋と呼ばれていますと。対岸のどこだ、あれかな、ここからパンとやると帰ってくるというね言い伝えがあるからっていうことですよね。まあ、お食事どころあったり多いですね。もう今お昼時なんでね、いろんなメニューが並んでます。この射的休業しますとあります。で、これをねまっすぐちょっと行ったところに油屋さんという、温泉旅館があるんですね。まあ、これもねかなり有名な温泉旅館になってます。
よいしょ。この先がね、砂湯という露天風呂のね、場所になります。まあ一応撮影なんですけどね、手前までかなと思います。結構ね、写真家の人がね、その露天風呂とね、一緒にね、このダムを撮影するんですけど、あったかい。うわ、どうぞ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 。あー、これ気持ちいいわ。茨ダムということで、でこの横ね、山なんですけど、昔はこの上までね、そのロープウェイが続いてたということですね。ロープウェイの、ロープウェイがあるんですよね。もうしかもあの茨温泉の近くですよね。はい。はい、で一応まあここ入るのも許可をもらって入振興局です。はい、わかりました。じゃあちょっと早速、まあ、出入り口ですかね。ガラス窓は割られてます。そうですね、割れてますね。ここは当時のそうですね、レジスター建物だったんだろうなぁいう感じですね。そうですね。こうやってねピックアップすることによって、ね、少しでも岡山県民の、ね、方が、来てくれたらなと思うのと、まあね、今のご時世が、ちゃんと、収束しましたら、県外の方もねどん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 来て、もらいたいなと思いますね。というわけで今日はご視聴お疲れ様でした。はい、今日はねあの、温泉街にね行ったわけですけど、こういう形でね、なかなか客足が遠のいてるわけですけど、まあね実際こんな感じで今日はお送りしました。結構ねまだまだこれからかなというような感じで、ぜひねこれが収束したらまた来てもらいたいなと、いう場所かなと思います。はい、またね引き続き、ご視聴よろしくお願いします。それではまた。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。